パスクビクターもあの田辺、たけしへの乗り換わりはどうなの？に対するみんなの反応集。田辺、たけしってどうなの？悪くないだろう。ただぶっつけ本番が怖すぎる。よくあること。田辺よりは積極的な騎乗をしそうなイメージ。たけしだからどうとかじゃなく G1 点乗りはマイナス。たけしは先行うまいぞ。それで言うなら前言った田辺もかなり粘らせてくるぞ。ベラジオペラ。悪くない乗り換わりだけど、いきなり本番は怖い。逮捕の時はセントライト記念からだったし。田辺、たけしは逮捕もだけど、あの時はセントライト挟んでるしな。タイトルホルダーは田辺がサツキから乗る一戦前にやよいショーでたけし乗ってるんだよな。たけしがというかビクターが怖い、またるらしする可能性あるし。変える必要あったかなぁと思う。多分オーナーの要請なんだろうが。データなの騎乗を攻めてた感じじゃないね。ここでたけしが一発回答しちゃうようだと戻ってこないかもしれんが。スタートさえなんとかできれば勝った負けたできるんじゃない。田村先生のコメントから若干、田辺でええやんけ、って透けて見える。前走で遅れで田辺にほぼ日ないのに乗り換わりはかわいそうではある。どうせ乗り換わるなら日経賞からの方が良かった。G1 で点乗りはあんまりプラスじゃないというか。田辺の騎乗に問題があったわけでもないし結果も出せてるのにクラシック機からずっと乗ってきた。騎手を下ろすってのがちょっと。田辺もビクター信じた思い切った競馬はできるしわざわざ変えることもなさそうだったけど。大体この段階からやること決まってる馬だしな。安城よりゲートをどうにかしないと。まあなんかあったのかもしれんが。外野から見るなら変えるならば前走で変えといた方がいいよなぁと。外野から見る分には変える意味ないよなぁって。能力だけで見ればはっきり言って安城強化だけど点乗りは不安要素として残る。トースポの記事だと折り合いは難しさがあったみたいに書いてあるけどそういう馬に点乗りってどうなんだろ。な気がする。菊花賞馬の兄弟対決なんてそりゃ面白いだろうけどなんかな。春天の乗り換わり成績ってどうなんだろ。ゲートもあれだし泥かぶったせいもあるしで脳幹にしてあげてほしい気もするけど一旦そういうのリセットしたいんだろうな。まあ本番でやる意味はわからんけども。まあこうなったらたけしに期待するしかない。田辺だったらよかったのにとか言われないようにリードしてやってほしい。騎手変わったらゲートなんじゃなくなることなんてあるのかな。馬による。それの逆バージョンがジャンダルムだったな。極むじゃないとゲート出ません。たけしはゲート出すのには定量があるしあの出遅れが癖になってたとしたらそこをカバーできるのに、代わりとしてプラスになる可能性はある。一番怖いのはたけしが新京都競馬場の初週乗らないことだよ。春天の当日と前日しか乗らないからかなり怖い。皐月賞勝って上り調子だしまあいいんでないの調教師も、若き天才にお任せします。って言ってるし、たけしはテンションで騎乗力、が左右されるからね。あの出遅れが改善したなら勝負できると思う。あれが気象悪化なのか5ヶ月のブランクによるものなのかはわからないけど。騎乗経験あってたけしは逮捕のことわかってるからアスビクこれはいける。的な意見も見かけたことあるけど、点乗り出し気象の問題で出遅れかましてたら難しいかもなとか不安要素はあるからそこまで楽観視はできないと思ってる。たけしの腕があるからプラスになりそうな部分あるのもそう。3200の長距離は経験が物を言うし。何よりたけしは親父譲りの優れた体内時計とタイトルホルダーで菊花賞を逃げ切って、勝った実績があるね。阪神3000レコードを決めたとはいえそれで逮捕にかなうかって言ったらまた別の話だし、むしろ気象面と出遅れはたけしならどうにかなるんじゃないかな。逮捕に乗ってたのももう1年半前だしそこから番手克服したり成長してるしな。天乗りの馬でどれくらい対応できるかはわからんわな。スタートは上手い騎手だし日経賞で叩いた上でたけしでもら、リカマしたら今後について真剣に考える必要があると思う。天乗りなのもそうだし馬にとって初距離もある。たけしはスタート上手い方だけど結局スタートって馬が8割だし色々と怖い。馬の出遅れは厩舎の責任だと言ってる調教師もいるしな。ルラシ、そうだそうだ、ゴルシ、あっちの責任だ。デムンを、そうだよ。お前は早くデムンゴスペシャル決めろ。気象怪しい馬の点乗りはそれなりにこなせる方だと思うよ。全然関係ないんだけどドバイでレイベンのこと知ってるデムーロがステラに乗るなんて怖すぎるって言われてたんだけど見事に出遅れかましましてね。点乗りは基本マイナスだけど逮捕のことを知っているという点ではプラスとも言えそう。
当然ではあるけど京都全然乗ったことないからそこがどう響くかって感じな気もする。まあでもローみたいに落馬からお尻でブレーキかけちゃうみたいなこともなくはないけど基本で遅れは馬のせいだよ。騎手にできることは少ない。京都って先行はちょっと不利なんでしょ。だったら多少で遅れても平気なのかなって。アスクの客室だと出遅れは絶望的なんですが。なんでぶっつけ本番で帰るのかな。帰るならせめて日経賞で帰るべきだった。馬がかわいそうだわ。そもそも乗り換わりの目的がリフレッシュというのが意味不明というか、皐月賞前にたけしが乗った後の馬は乗りやすくなるって記事が出てたけど、それってある程度継続騎乗とか前哨戦でやることで G1 でやることじゃないんだよな。たけしの重賞外での仕事って少し不安定な馬を先行させることって感じもするし、まあ一回くらいならいいんでね。高走にしろ凡走にしろデータ何返ってこないってことはないだろうし。去年のだけど8年分のデータで継続騎乗を3、4、62、乗り換わり3、5、4、44、乗り換わりだからといってマイナスとは限らないが、そこで乗り慣れてるかが鍵。気象微妙な馬で G1 ぶっつけ天乗り自体はキラービで勝ってるから乗り慣れてない京都をどう乗れるかだろうね。コース回収を挟むから昔の京都を知らないのがかえってプラスになったりすれば楽だろうけど、そう簡単ではないしね。もともとビクターは日経賞と大阪杯悩んでて中距離のタイトル取りたそうだったし、最悪春天は無理でもここで、たけしとの呼吸合わせて宝塚狙いたいのかもしれない。まあ心情的なものは抜きにしてジョッキーはみんな良くも悪くも乗り代わりでお手馬取られるのなんてまあ慣れてそうだしうん。せやな、やらかして乗り代わりになったジャックドールを横目に。たけし応援してるけどここで乗り換わるのはな。最初の方でも言われてたけど G1 点ってだけで本当にマイナスだよな。まあでも京都ほぼ経験なしのたけしにしかも点乗りってなるとまあ不安になるのはわからんでもない。前走で出遅れっていう田辺に非なんてほぼないことやった以外ビクター田辺は手に合ってて乗り換わりする。意味もほぼなさそうだし。吉田家との半持ちの馬だし、乗り換わりはそっちの意向じゃないかなという気がする。帰るなら普通前哨戦からだし本番だけ点乗りはな。今週のたけしの追い切りコメントからしても相当気象怪しくなってそうだし、なぜこのタイミングで、ってのはある。一週間前追い切りは今までずっと単走だしパドックも基本茶化つくし気象怪しいのは今に始まったことじゃないと思う。帰るにしてもなんで日経賞でやらなかったんだろう。日経賞前時点だと帰る理由がマジで0だから。日経賞のあれが原因というなら、たけしならあれ回避できるんかっていう疑問が。言い方悪いけどどんな負け方であれ一度大きく負けたということは十分変える理由になる業界だと思うよ。別の機種だったら大丈夫だとかではなくて機種は乗り続けたいなら、変える理由を作っちゃダメな仕事。その辺は陣営のスタンスにもよるけど。別の特定のコンビじゃないとダメとか思ってるわけじゃないが、乗り換わりなら乗り換わりで日経賞からで。よかったし、日経賞見ての乗り換わりなら出遅れで田辺に非はないに等しいしで、なんでこのタイミングで感はすごい。乗り換わりってその馬の成績動向もあるけど、普通に馬主都合とか生産都合とかビジネス的側面もあるからファンは応援するだけはよ。天乗りでも気象怪しくても、たけしの庭の中山の有馬記念でならそこまで不安なかったんだけど、京都だからな。たけしの京都はまだ数回しか乗ってないのに対し、田辺はそこそこ乗ってるけど美穂だからあまり関西で乗らないし、京都は関西の機種が強いイメージ。春天は9年前だけど北高ブレイブで3着の実績あり。アスビク陣営って優柔不断なのか単に臆病なのかしらんが、謎の采配しようとするの多くない？吉田照也との共同所有だし方針で毎回いろいろ意見が割れまくってるのかもしれん。もともと予定されてた乗り換わりならわざわざ点乗りさせるくらいなら日経賞からでいいし、日経賞の結果での乗り換わりなら田辺悪くないしで、しかも乗り換わりがたけしなのもたけしの能力疑ってるとかじゃなく、なんで京都経験内に等しいたけしをだし、謎しかないのよね個人的には。結局陣営が言ってる通り気分変える以外の意味はないのでは。わざわざ G1 の春天で気分転換やる必要ないんですよね。相手単出し頼むならたけしじゃなくて竹でよかったのにな。本当にこの乗り換わりは意味がわからん。まあ摩天楼レオが3200走らされるのが一番不可解なんですけど。息子二人が出るんだぞ特等席で観戦するのが当たり前だろうが。たけしは菊花賞で阪神芝の初勝利だったけど、それはそれまで阪神で乗った経験自体はきちんとあったからだしな。花を奪う数を、それに追走するたけし、二人に追走し三番手の乗り参加。摩天楼レオで3200先行追走なんてしたらレオが死ぬ。馬主は前々から変えたかったので、日経賞の結果を見てこれ幸いに、って感じなのかな。
多分そう。ただそんな堪忍袋の尾切れかけなら理由探しなんかせず日経賞で買えとけよって話でもある。湘南なでしこの乗り換わり時と同じ不穏さがある。なでしこは正直妥当だぞ。馬が使い詰めで調子落としてたのはあるけど、隼人の騎乗も褒められたものじゃなかったし。去年武志が大きいとこで不調だったの2年前に一気に有力騎手になって、その結果雑な経緯の点乗りを本番ですることになって、みたいなパターンだったから正直今回もそのパターンのように思ってしまう。武志は上手い騎手だけど点乗りで安定して結果出すほどの経験値はまだないし、池添や短期外人系のやたら点乗りに強いみたいなタイプとは感じないし。気象の難しい逃げ馬の乗り換わりは慎重にやらないとな。操作性のいい馬なら騎手の腕で成績良くなったりするけど、相手が自分が騎乗してた頃よりずっと強くなってるのは百も承知だろうし、武志もさすがにそこまで思った乗り方はしない。部類だとは思う。ただ対策しようが後続みんなちぎっていきそうなのが逮捕と数を地方ベータな春天の馬がいない。ヒュミドールもアスクビクターもはも取られました。田辺武志の乗り換わりならお互い仲がいいからある程度情報共有はされると思うけど、はっきりしたメリットがそこしか浮かばないのはだいぶ不安。まあ田辺なら教えないとかはなさそうだね。